こんにちは、お昼のニュースをお伝えします。連日各地で35度を超える猛暑日が続いています。そして今日、埼玉県熊谷市では43度を観測し、今年一番の暑さとなっております。実際の現場にさくらながいますので、つなげてみたいと思います。さくら、本当にごめんなさい、今日マスク本当に外せないんですよ。いやー、ちょっといろいろあって、はい、いや本当に今日だけなんですよ。もう全然本当に今日だけ、本当に外したくなくって、本当にごめんね。いや、すいません、本当に今日だけは本当に外したくない。どうされました？いや、無理、絶対外せないのよ。外したくない、外せない。はい、申し訳ありません。ちょっと現場の方で桜田が、はい、申し訳ないです。はい、かしこまりました、大丈夫ですね。はい、かしこまりました。ではもう一度つなげてみたいと思います。桜田。本当に外さなきゃダメですか？いや、今日だけでいいんですよ。本当に。桜田。はい。こっちはずっと待ってんだよ。早くマスク外して中継しろや。はい。最悪だ。私は今、埼玉県熊谷市に来ております。現在の気温 43.4 度と今年一番の暑さになっております。皆様、外出の際は熱中症対策と変な日焼けにご注意ください。以上、現場からでした。皆様も今猛暑日が続いていますので、不要不急の外出はお控えください。やばい、はい、以上ニュースをお伝えしました。